マンションの方がだって守りやすいもん。まあそうですよね。学校はどうしてもね開けとるもんね。そうだね、守りがしにくい。どっから来るかわからん。確かにマンション極めた月は学校からでいいんじゃないですか。そうだよ、とりあえずまずマンションのを極めないと。いやマンションもう一群あるじゃないですか、あのうん、北の方の、ね、あっちの次は、はいはい、マンションオタクになる。間取り同じなんで。一人いるな。一人いる。いや、後ろ振り返ったらうじゃうじゃだから。あ、高い建物じゃない方。二番目に低い方がいましたね。うん、高い方が二番目にと。とりあえず固まって降りることはできた。武器がない。応急キットあるじゃん。あるね。なんで誰か拾い忘れた。なんで拾い忘れたの今。あ、俺拾ったつもりだったのに、その多分横かなんかあったあのスモークになってます、拾ったのが。なるほど。屋上のやつですよね。うん、そうそうそう。あ、UMP ありますよ。あ、いいね。いいね、いいね。初期装備もらったわ。とりあえず武器は取った。これでなんとかマンションの乗り切れそう。乗り切れそう。やる気出た。早いうちに攻めた方がいいはいいけど、まあ向こうから来てもらうっていうのもねいいかもしれないです。おーっと M16 ゲット。だけどまだ1チームぐらいでしょ、降りたの。びっくりしたー。そんな感じだよね。どうかなー。なんか、もう隣飛ばしに行きませんか。あ、行こうぜ。一人しか見えなかったんですけど、ね。行こうぜ。ついていこう、大島君に。大島君に。3方向攻めで。オッケーオッケー、はい、オッケー。さあ奥から河合さんの方気をつけてくださいね。はい大丈夫、もう速攻入るよ。いいですか。3、2、1、はいな。入りました入りました。あー敵正自分の正面にいた。おお小島君に撃っちゃったよ。ここだ、死にました。で階段におる。階段、あーやられたからダメだったから。 1.5 階もうちょっと安全に。安全に行くべきです。やれると思って突っ込んだけど、相手やれるよ多分。だいぶ減っとるはず。あ行こうぜ。あやったじゃん。誰かやったじゃん。おおごめん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 。河合さんって河合さん、河合さんに歌いで。あれとりあえずドア閉めて、あの1階のドア全部。大島君1階のドア入り口閉まっとる。閉まってますね。全部閉めて。これもう全滅？いないね。いや、倒した人の時のキルログ見てないんで。 AK もありますけどキルログ見てないからわからないんですよね。うん、 AKM が1回になります。1回、おじゃあおはよう。どうぞどうぞ。右で、あ、こっちです、こっちです。はい、こっちです。あ、はい、結構近く。あれ、バイク近く止まったよ。あ、撃たれた、撃たれた。河合さん、前のフォーメーションを。あ、敵だ、うん、前のフォーメーション1階で。はい、大島君、例のやつだよ。例のやつ。あれか、例のやつか。例のやつ、何そのフォーメーション。これいや、大島君、右側の方で。そう、あ、ちゃう、あの入り口、そう、そっち側の右ですか。
あの、ドアじゃない方。ほんとね。部屋見て、部屋側。部屋側のドアじゃない方。部屋の側のドアかじゃない方。うん、ドアを。どう？俺こっちの方がいいんじゃないか。それあの何ちゅうのかや。あれ？撃たれちゃう。河合さんどうでしたっけ？俺やっとったの。ここだよここ。ここにおった。で最初多分俺見ると思うんだよね。あ大島君の位置ですよ。ここじゃなかった。え？これね。大島君の位置そこでしたっけ？なんか自分から見える今ライトさんの位置だったと思うけど、じゃあ大島くんライトさんとこ来て、でライトさんが階段のそう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 、でライトさんかわせる、あ上におる、上にいた一人、ライトさん戻ってやられる前に上におる、上にいるね、もっと上、はい、今上行きましたよ。3人がかりなら多分屋上行ったと思うけどな。屋上行った。あ、音？音がしてるぞ。音してるな。みんな。屋上じゃないな。3階だ。河合さんやられた。3階におった、3階におった。やっちゃった。大島くん。オッケーで、あ、亀裂だ。亀裂なのか。まだいるか。大島くん、ドア閉めてあげて。ライトさんとこ。あ、邪魔でいけないか。オッケー。まだいるのかな。亀裂だったで、ね、まだいるな。一回止まって音いるな。うん。おろおろ。来た。フライパンで殴られとる。あまだおるね。かわいさん撃っちゃった。あ光さん撃っちゃった。大丈夫、何度でも蘇るから。何度でも蘇るから大丈夫だ。問題はあれっすよ。徐々に速くなってきますから。あそうなの。はい。回復できるの？回復アイテム包帯1っておい。あ、俺が応急キット持っとったけど、誰か持ってなかったから敵。持ってないな。俺の箱に。お、あれ？あ、やばいやばい。危ない。向こうの窓から撃たれてるのか。窓から撃たれてるね。ってことは、あの、屋上からやれません？相手屋上見えんでしょ。どう？いないな。しゃがんでんのか？いないね。逃げたか中に。じゃあフォーメーション戻してやる待つか。そうだ。一応上から見てます。フォーメーション行こう、フォーメーション。3人だと、これ。来たかどうか教えて。あれ、ドア開いとるけど、これ。あ、誰か来た。今、落としませんでした？薬莢の音が、ショットガンの音が。バイクの音が、バイクの音がする。もう一回フォーメーション戻す？はい。大島くんが上にいるならライトさん右前の先、そうそう、そこで、でドアの方反対の入り口は河合さんに任せておいて、そこを河合さんに任せとけばいいんで、ライトさんさっきの場所でいいですよ。で、うん、あの部屋側を見といてください。こういうこと？そう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 。完璧です。そうすれば、ドア開けば右わかるじゃないですか。あれ？なあ。で、河合さんが入り口見れるんで。2対4でも勝てるよ、このフォーメーション。うまくいけばですけど。前はうまくいきましたけどね、かなり。大島さんはどこに？上見てます。今3階で見てます、外を。真ん中だからまだ円は大丈夫。ある程度でも物資持ったやつが来てくれんと。そうなんですよね。こっちから仕掛けた方がいいのかな。
回復回復回復。大島くん敵見えたら威嚇しちゃえば、あ、来てくれた方がありがたいでしょう、はいはい、うん、一人だと思われたらラッキーだけどね。屋上か、屋上怖いのがね、大学と牛、そうそう、怖いね、狙われるところが ね、 ね、結構ある。特攻隊しすぎたな。いないな。持ってんのかな。バギー変わる。さっき撃ったやつはどっかにいるはずだもんね。そうですね。真ん中だから相手も不用意には動かんかもしれない。結構いい感じ。中心気味だね。場所はいいんですけどね。武士 だからこそ相手も動かないっていう。なる。スタングレネードない大島くん。ないっす。投げ物一個もないっす。同じくない。手榴弾一個。手榴弾は使っちゃうともったいないんで。スタングレネード一個持ってる。スタングレネード持ってないわ。なんかスタングレネードがあればスタングレネードアピールできるんですけどね。あんまりいいじゃないか。ここそこまで良くないな。何今閉めた。大島くんです。マイクロウジーもどうしようかな。一個マイクロウジーにしとけば。記録が416かどうしようかな。俺なら416。を どうしますか。を持ったウージーと416にする。416す強いじゃん。優秀じゃん。オートもできる。M16 は捨てる。M16 は。弾速が速いっていうだけ。アップルアタッチメントなら近接用で考えるならウージーの方が。ウージーもらおうかな。今大島くんのウージーですけど、大量マガジンあるけど、大量マガジンあるけど、いる？あ、欲しいっす。大島くんが取り行った方がいいんじゃない。下来ちゃったら危ないでしょ。取り来い取り来い。35発。よしよしよし。9ミリって誰か持ったっけ。持ってるよ自分。あ、いや誰かがその死んだやつがっていう。ライトさんの武器は何だ。ね、 UMP と AKM。あ、ライトさん武器アイテムちょっとあれだね、整理したんだ、うん、足元から。ライトさんの足の匂いがちょっとするけど。あ、足の匂いです。やばいよ。マジか。あと19分。
この感じ、河合さん、あの前の時の感じと似てますよ。頑張ってあの最後壁にやられましたけど、あの時も確かそんなに物資なかったっすもんね。そうだね、どこにいるか分かればな。結局最終的に外れるパターンっぽいよね。でもあの時回復はあったんですよね、結構。うん、どこにいるか分かればな。3人で倒しに行くんだけどな。だひたすら回復しながら行けば最後によかったかなと、うん、はあ、まああとは最後の敵の位置ですね。出て瞬間敵がおるっていう状況になると。いないのか、困ってないか。いや多分動いてないだけだと思うよ。相手もある程度物資揃ったらわざわざ動かなそう、ね、まだ真ん中だから。次もとりあえずは入りそう。こっからだってあれだもんね、移動するって言ってもわざわざ円から外れていく方向になっちゃうもんで。あれ、野田博さん、9月9日ってトランプ攻撃すると思う？しないと思いますけど。しないと思う。できです、できです。あれだって今ちょうどいいですよ。だってアメリカ武器売れるじゃないですか。ああ、売れる、売れる、ね。めっちゃ売れる。うん、煽っとるというか。煽り倒した、売れる。武器たくさん売れるし、北朝鮮も武器たくさん売れるし。うん、日本も買いましたしね、うん、イージスアシュアだっけ、アシュア、なんであんななんか中二病的な名前がついたのかわからんけどねえ、うん、なんかのアニメに出てきそうな名前。これは次外れるかな。次外れるね。ああ運が良ければこっち来ますけど、うん、よっぽど外れる。それか3人で裏から山の方に走っていくって手もありますけど、うん、大学のやつらと会うのがめんどくさいんだよな。先に山行っちゃう。ただあれっすね、次の円で円で決めよう。次の円次第だよ。次の円は多分外れるんだよな。あそこ外れた瞬間ダッシュ。ダッシュ、お打ち合いが始まったか。バノンがクビになったじゃないですか。うん、クビになった。あれのせいで、どっちかっていうと、結構有名どころも結構辞任していってるね、今回の件で。はい。撤退していってる。副大統領以外はほとんどいなくなりました、ね。うん。副大統領だって大統領を辞めたら副大統領が大統領になるじゃないですか。だからなかなか辞めないですよね。辞めようにやめられないよね。いろんな絡みがあるから。バノンがいた方が戦争にはなりづらいと思いますけどね。うん、バノンいなくなったから、ちょっと攻撃の目が出ちゃったかなっていう。出ちゃった。でもやらないと思いますけどね。そうですね。8秒。だから冷戦の時みたいな感じになるのが一番、そのあれだね、みんな軍需産業が儲かるんで、うん、儲かる、めっちゃ儲かるじゃん。トランプもそれを狙ってるんですかね。それにしたいんじゃないのかなと思ってるけど、全然敵の姿が見えない。ただチキンレースはどっちかがまともじゃないと大惨事になる。大惨事、両方ともおかしなやつらだと思う。そのまま最後まで行っちゃうから。そう、まあアメリカだで、アメリカが
まだ北朝鮮は多分ロシアが抑えてくれるとは思うけど、うん、最終的にはただそのロシアと本当にこうもうロシアが好きにしろみたいな感じになっちゃうとまずいですよね、うん、まずいね。まあ、戦争になった方が景気は良くなるでしょうけどね、うん大学か。うん、大学だね。大学。大学やばい。お、あれはバギーが足りるのかな。殺し合ってる。大学から見れば大島くんやれるんじゃない。いやでもスコープないからきついんじゃないですか。お、お、エンに入った。エンに入ってる。入ってる。入ってるのか。これ大学かね。これドンカツじゃない。いやこれ大学からこれ最後に外れるっていうのが怖いと思うんですよね。大学から来るねこれ。来ますねこれで。来るね。ちょっとマップ見るの外そう。次外れたらここの丘に走り込むってこと。黄色ピン。そっちもたださっき流星してましたからね。こっち。はい、その黄色ピンというか丘の上というか。もうちょっとこの辺で聞こえたような。ただ相手もマンションにはわざわざ来ないだろうから。ね、思ってる。南の方に走って森に入っていくと思うんだけど。いけるんじゃね？まだ41年を。まだ41年もとか、あ、困ってるんだね、そしたらマンションの人も。うん、結構。あら、右側から聞こえる。右側から。まだ出てこんか、出るから。あ、いた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 。何 ?N 側 ?NW の大学の裏ですね、さらに。大学の裏。今多分こっちに向かってます、この赤ピンの方に。この辺に。あ、縮まる。か。いいか。縮まってきた、縮まってきた。そろそろ、動きが、大学が、範囲外。次がどうなるかだなぁ。もう走ってる、走ってる。こっちの方やっちゃってますね。赤ピンの方、二人。まあ。三人。ワン、ツー。あれが大学だな。大学から逃げてるんです。勝ち組の。はい。兵たちだよ。うん。あいつら勝ち。兵出さん方がいい。さあ、円が決まります。入ってる。入ってる。おは。マジか。もう一気に30人になったし、まあ、これで N 側から来ます。マンションのやつ、ああスクールのやつがどっから来る、どうやって来るか。ちょっと野田平さん、俺が今見てる方向が来る確率高くね。そうですね、気をつけて。こっちドア閉まってたっけ。あの大島くんが全部閉めたはずですけど、はい閉めました。あったら一回全部ってわけじゃないか、入り口しか閉めてないから。そう、入ってくるところは閉めたはず、うん、いいよいいよ、それで十分来るね、確実に来るよ。
確実にいけますね、これは。おしょうくんも一回踊り場に集合でどう？いやでも、上から見てた方がいいと思うんですよね。うん。いや、何階におる今？ 3 階です。2階じゃダメ。2階だと見えないですね。さっきのスクールの奴らがこっちに戻ってくるのか、ちょっとぐるって大回りで行っちゃうのかわかんないですけど。うん、近いぞ。家の裏ぐらいか。小さい家かもしれん。え、野田さん、こっちから来たら、こっから撃ったらいいのか、こうやって正面にビビビって。うん、河合さんが見てるんで大丈夫です。あ、教えてくれるんで。うん、あと、あの、ドア開ける音もするし。そう、赤い家にいるかもしれないな。うん。そしたら出てくるんだよな。うん、まあまあ近いな。28人。あと25人。あっちのマンションの可能性もあるね。他の上はどうせ見えないかな。確実に見えるとこ見とくか。イン決まる。いい側だね、音は。はい。入るかな、入るかな。大学じゃねえよ。迫ってきた。ああ、マンションはやっぱ、すごい。そうだ。マンションが円の真ん中とかなる可能性あるの？いやー、もうでも、デジャブ。デジャブ。なんてかデュオだったけど。あ、やめた。外れた。外れて。スモークどこだ？スモークどこでいた？他の上か。さあ、これ出るタイミングが難しい。スモークない。あ、スモーク。今、ドア開きましたね。はい、はい、開けた。もう行きますか？もう行くの？あの、下からさ、ドア開けて、外見ておれば、両側から。あと1分だよ。スモークの位置発見。大島君。あ、敵がおった。河合さんと逆側の入り口開けて。どこですか？河合さんと逆側の入り口。S の木の根元。そっち側の入り口開けて、部屋の中から見ればいいよ。痛い。ライトさん、河合さん、生き返らせに行ってあげてください。あ、大丈夫、まだ生きてる。あ、生きてます。なんでこっから当たれる？あ、行かなきゃダメだ、もう。30秒だ。行っか。近いから、まあ、そんなに急がなくても大丈夫だけど。一応援護しとくか。いい側だって。はい。もう、ほふくでいいんじゃないこれ。いい側、おるおる。うわ、見つかった。むし。河合さん、どっち側から撃たれたかわかりますか？あ、いた。正面。うん、ライトさんの。いるんだけどな、動くと撃たれるんだよね。あ、ライトさんいけるよ、多分。いけるね。今撃てる。ライトさん撃ったら大島君伝って。くそ。ダメだ。すぎるだよ。一気が良すぎる。あれ、後ろにいる。ライトさんの後ろにいますけど、死んだんか、あれは。ライトさんマンションに持ったやつだな。大島君、ライトさんとか行ける？今で向かってます。けど間に合うかな、これ。相手ってまだ生きてますよね。生きとる。間に合うかな。木の影側から。ナイス。たった。あと8人。誰？もう回復がない。敵のオーバーなんかあります？回復ちょっと待って。包帯ある。危ない気がする、そこ。ここは危ない気がする。ライトさんとこ大丈夫かな？そう、ちょっと答えそうなんですよね。あと30秒か。他のチームとやり合ってるから、役に走るのよ、今しか。いけるんじゃない？いけるんじゃない？昨日と。あれ、左の敵は？
おるよ。往復しとる。いる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 。どこいるんだ？左、SE ぐらい。うん、そうだね、SE だね。大島くん、円が来る。そうですね、行かないと。さっき敵が後ろに、さっき敵が光さんの後ろに死んだんですよね。マンションから抜けてきたやつが。大島くん、もう一個前の、もう一個左側の木のとこに行ったら。あ、いるいるいる。いる、いるよね。そこ外れるよ。大島君の上ぐらいだね、敵。そうですね。ナイス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 、気絶。ナイス。円が来る。もうライトさんの真裏がえ。あー、おるね。奥におるね。奥におるね。2人いるよ。どこですか？正面、S。あ、いた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 。1人いた。1人いた。ライトさん、手榴弾使っちゃったらいいんじゃないですか、もう。あー、おそらくエンジンを解除できるか。右側からじゃない。いける、いける、大島くんいける、いける、ナイス、やった、やった。もう一人。どこだ？もう一人。わかんない。あ、いた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 。ライトさんの真正面、正面、正面。上、上、上、上。やっとる、やっとる。ナイス！やりました、やりました。ナイス、ナイス、俺何もしてないけど。やったね、これ。やったね。400円ゲット。やるじゃないか。助かったの高かったな。やったさあ、マンションの